マギネさん。おお、おはようございます。お願いします。お願いします。誰か脚本家の二人チームはここだけしてください。あ、俺、あれじゃん。お願いします。お願いします。お願いします。新原大輔です。よろしくお願いします。ありがとうございました。見に来てくださって。ありがとうございます。大変です。よろしくお願いします。いや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 、なんか挨拶するらしいです。一回え、なんか一回自己紹介しないと。え、したんですか。あ、僕もしました。あ、じゃあ僕のですわ。え、これ何、なんか好きなように。あ、アミューズ所属新原大輔23歳です。趣味はダンスです。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい挨拶。オーディションみたいな。お願いします。これを狙いたいです。はい、腹筋系だもん。腹筋系ですね。結構足を割と来てしまって、膝を割と伸ばしていただいて、ちょっとこう、あ、立っていただいたら、まっ、これ、間になんかこういう感じが、なんか良さそうだったんで、ちょっと支えてあげる、左手は多分、左手下で、が、あの、でも支えても大丈夫だと思います、はい、で、右手がここら辺に触れる。そうですね、で、はい、割と、なんとなく肩が入る感じ。肩が入る。今ちょっと前後幅があるので、そうですね、あ、でもそういう感じ、ちょっと一回いいですか。もうちょい背中から、もうちょいグイッと入ってこないですか。背中の方、ちょっと待ってください。すごい格好してるもん。お互いにね。お互いに。立ってやってみるもんね。はい、ちょっと休憩していただいて、箱馬に乗って、ちょっとね、うん、なんかちょっとだけ、うん、いいです。はい、ちょっとお待ちください。あ、びっくりした、びっくりした。普通に倒れそうだな。あ、じゃあ僕表情は全然またシリアスな感じ。今日初めてです。今日ちゃんと、そうですね、ちゃんと、はい、うん、初めまして。よろしくお願いします。いや、あの、僕が出てる舞台を見に来てくださってて、この間ね、はい、ありがとうございます。差し入れもいただいて、はい、その日のうちに食べまして、はい、その日のうちに美味しかった。リンゴジュースとか、そう、フルーツの差し入れをくださって、優しい。やりづらい、やりづらい。はい、完全に、はい、はい、上半身全脱ぎですか。全脱ぎ、上半身、はい、全脱ぎ。すごいプルプル、途中から落ちそうになっちゃって。はい、そう新原さんの手の上です。手が、うん、手が、それです、それです、それ大丈夫です。それ大丈夫です。あ、いい、いい、ナチュラル、いい、あ、かわいい、いい、かわ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 いい、いいと思う。あ、はい、OK です。じゃあここまで終わり。湧いてらっしゃって。終わりですか。ありがとうございます。終わり。OK です。撮ってたから先にどうぞっつって。すごーい、こんなところがあるの。
え、これ立てたんですか？これどっちがどっちだ？あ、これが僕か。そう。あ、これ立てたんですね。立てた、ね、やっぱり。すんげえ。あ、ごめん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 そうっすね、すごくフレッシュな可愛げのあるね、もう今もう2時前とかですか、なのにまだずっと元気でね、本当になんかこんなに花粉症を元気に、僕花粉症なんですっていう子を久しぶりに見たなと思って、ちょっとフレッシュなエネルギーももらいつつ、お互いね、これから撮影大変なスケジュールだと思いますけど、なんか頑張っていきそうだなと思いました。いやもう何でしょう、漫画カラーのまんまっていうか、まあ、髪型もね本当にねかっこいいなって思ってね、結構まあ写真とかも顔近いですし、なんか本当、まあ、白崎としてこう撮ってるからゆえにこうすごいドキドキしながら撮ってましたし、なんか僕もすごい初めて、まあ、僕ダブルシーンとか初めてなんで緊張しながらも楽しく撮らせていただきました。そうですね、意気込み、まあ、本当にやるからには本当に自分の実力精一杯出し切って、なんだろう、僕ら自身が後悔がないように、出来上がった作品を本当に胸を張って皆さんにお勧めできるような、作品作りを頑張っていきますので、皆さんたくさん見てください、はい、今日原作の夏野先生もいらっしゃって、ご挨拶させていただいたりとかお話しさせていただいたりしたんですけど、僕もすごく原作が好きなので、このなんだろう、この素晴らしいお話を大切に大切に温めて、こう真摯に寄り添って向き合いながら、この作品をこのね、駒木根さんはじめ温かいスタッフの人たちみんなで作り上げていきたいなって思ってます。というわけで25時赤坂でぜひ見てください。お疲れ様です。じゃあどうですか今のところ。怖い。ね、難しいですね。白崎。こんなにこうグネグネする人間もなかなか、ね。しかもそれを声にする役ってあんまなかなかいない気がするんで、難しいですね。モノログが多い。大変そう。私1話すごいずっと出てるから。なんかね、とりあえず今は。はい、僕らは暇だよね。いや、そんなこと僕入って大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。まあ、ずっと今見てたんで素晴らしくなると思います。返しますずっとこっちに入るわ。何にしようかなぐらいに迷ってた。引き続き頑張ってください。はい、はい、ここから本番がどうなっていくか楽しみに。はい、初日なんで頑張ります。はい、楽しみにしてください。お邪魔しました。ありがとうございます。楽しみだね、恋人役。葉山さんと芝居できるチャンスなのに、役のためにできることは全部しておきたい。セックスする相手を探しに来ました。じゃあさ、セックスの相手俺じゃダメ？25時赤坂で。